はい、皆さんこんにちは。はい、ボックス3、第112話最終回の、はい、コメンタリーでございますね。で、まあもしかするとですね、万が一、はい、ボックス3から買われた方もいらっしゃるんじゃないか。いやいや、いないでしょそんな人は。いやいや、3から買って2、1と戻る方もいらっしゃる。逆ですか。はい、ですから一応ちょっと念のためということでね、自己紹介を、しといた方がいいんじゃなかろうかということで、じゃあ、のぞむ君。はい、はい、皆さんこんにちは、浦飯ゆうすけやけやっけはい、テクス。はい、皆さんこんにちは、浦飯ゆうすけ役の佐々木のぞむです。よろしくお願いします。はい、じゃあ尾形さん。はい、はい、皆さんこんにちは、蔵前役の尾形美美です。よろしくお願いします。はい、はい、比叡役の檜山です。よろしくお願いします。はい、そして前世で、桑原やってました千葉です。はい、よろしくお願いします。前世なんですか。前世からですか。はい、ということでね、まあ、最終回ということなんですけどね。はい、まあ話とはこの話の最終回のね、内容とはちょっと、まあ、大きく変わってくるんですけども、はい、ちょっとね、僕らいろんなことやりました。イベントやったりレコードを出したりね、歌なんか歌っちゃったりなんかしちゃったり、はい、いっぱい、しましたよね。はい、うん、でやっぱイベントの中だとやっぱり何が印象に残ってますかね。ああ、そうか、たくさん行きましたね。ありすぎてね、難しいです。いや、どれもちょっと楽しかった。あのニューヨークとかパリとかね、行きましたね。行きてー。よかったね。行きてーよ。大阪も、大阪も、今から名古屋も、名古屋、大阪、福岡会館。福岡は行ってないですね。行ってないね。有楽町とか名古屋。まあ昔っていうかさ、この時代っていうのは、あの大体ほら、アニメの番組でいろんなとこへこう、はい、うん、まあ北は北海道から南は、福岡ぐらいですかね。福岡ぐらいですかね。まだ結構定期的にやってましたよね。で、まあ遊白のあれでも随分ね、いろんなとこもありましたけど。大宮も行きましたね。そうや、大宮、最後のイベントは大宮初日。千葉さんがすごく具合が悪い時に、うん、多分大宮かなんかで、あれは大宮のソニックです。そう、それで千葉さんが具合悪くて、だけどあのイベント終わった後に長尺取りに行かなくちゃいけないとか、うん、長尺ってすみません、洋画ですね、洋画の長物ですね、を取りに行くことになってて、うん、すごいフラフラで出したのに、それをみんなにエネルギーもらって、うん、初めてですよ、はい、ああいう経験、うん、本当にね、うん、大宮の駅で倒れたんですよ、あの時行きに、うん、来る時に、来る時にね、で倒れてもう、まあ、貧血状態っていうかな、うん、もう全然しばらく立てなくてね、うん、そういう状況で来て、うん、なんとか、もう這うようにしてね、うん、あの現場入ったんですよ、うん、そう、これ大丈夫かな、まあ、その前もちょっと、まあ、いろんなことで寝てなくてっていうことが続いてたんですよね、うん、そうで、これイベントをね、で普通イベントというと、うん、あの結構ほら別に何やるわけじゃないんだけど、はい、結構エネルギーこう出しますからね、吸い取られる感覚があるじゃないですか、それがね、あの時だけはねもらったんですね、ファンの方に。なんかね、あ、大丈夫かなと思ったんだけど、ステージ出てしばらく経ったらね、ふーっと元気になってきたんですよ。なんだろうって、別にそういったこと言ってるわけじゃないんですよ、別にお客様にね。でもね、初めそういったその、ああいった、なんていうんですか、あの温かい波動をこうふーっとこう体に入ってきた感覚っていうのはね、初めてだった、はい、あ、すごいですね。なんかあの大宮の最後の時とかって、あの取材した人にその後いっぱいいろんなこと言われたんですけど、あのなんか大宮ソニックシティが本当に揺れていて、一定のあれで揺れていて、それでもうあの取材していてもあったかい感じがすごくするっていうのを、なんかでそれで涙が出てきたみたいな、あの取材に来てくださった方がいろいろ言ってらして、そのくらいなんかすごかったですね。まあ、あれ大宮は最後だったので、だからみんなやっぱりこうなんかこういろんな気持ちがそこにいっぱい置いて、ね、出してくれてだと思うんですけどね。そうだよね。でもまあ、あのそういった機会でもない限り、まあ、僕らはその、まあ、通常はねテレビの画面を通じてしか会えてないわけじゃないですか、うん、でもやっぱりイベントっていうのはね、すごくそういった意味でね、あの本来もっともっとやるべきですね、と思いますよね。お客さんのリアクションがダイレクトに、ダイレクトに分かりますもんね、うん、こっちも。でこんだけの人が、例えばほらあの客席見ると、いろんなコスプレの人がいっぱいいるじゃないですか、はいはい、うん、ね、一生懸命こう自分で作ってさ、でそういう思いがその客席の中にこうね、こもってるわけでしょ、うん、でそういった方たちがいて初めて僕らがいるんだという、ね、そうですね、感覚を本当にもうひしひしと感じるから、そういった意味ではね、うん、ああいうイベント大事だよなって、うん
なんか私とかは初めてだったので、うん、あれだけどのぞむさんとかは、うん、その前も結構こうああいう感じのイベントいっぱいやってるわけじゃないですか、で例えば今前にやってたやつと、うん、その有白書の違いみたいなものって何かあったですかその時。まあそれは、うん、まあね、作品も違うし、うん、立ち位置も自分の年も違うんだけども、うんうん、あのいい意味での自分のそのイベントのその素晴らしさとか、うん、あのお客さんとの一体感とかっていうのは一緒だなって思った、ね、その他の例えば前の作品で別の作品ですごい人気のあるもので、はいはいはい、あのイベント出る時とやっぱり違うお客さんたちだと思うんだけど、うん、同じ方もいらっしゃるけど、うん、なんかそのなんか波動みたいなのは、うん、ああまたこういう機会をいただけてすごく自分は幸せだなって思ってた、うん、有白書の時、うんうん、なるほど、と同じ空気をね、うん、吸ってるわけだもんね、まあ、そうそうですね、リアルにね、うんうん、こっちは初めて組だもんな。あ、初めて全然初めて組です。ああいう形でお客さんの前に出るのが初めてですからね。本当ですね。いやでもさ、なんかこう初めてっていう感じ全くしない、うん、あの二人だよね。私一番最初に、うん、あのなんだっけ事務所で、うん、その当時の事務所の先輩にすごい脅されてたんですよ、うん、あの具体的に言うと古川俊夫さんなんですけど、うん、いやじゃあだから大丈夫だろうな。いや大丈夫だろうな。で人気のある作品に、うん、その人気のある役で、うん、いきなりデビューなんかしちゃって、うん、でその人気のある作品、まあもちろんだから薄いやつだとかですけど、うん、人気のある作品の人気のある役とかにいきなり入っちゃうと最初のイベントが怖いぞ、うん、そのお前は なんかこういろいろその時の、まあ、さっき、別の館の時に千葉さんがおっしゃってましたけども、何かこうイメージが違うとか、はいはいはい、そういうもので、あの、まあまあ、古い言い方ですけど、うん、カミソリ入りの手紙が送られてきたりとかいろんなことがあって東証さんがね、でいろんなことがあって、なのでその最初のイベントは怖いぞって言われたんですよ、でお前なんかぶつけられないように気をつけろとか、すごい言われたんですよ。でしかもその青鬼プロダクションだったんで、同調する先輩がいっぱいいて、そうだぞそうだぞみたいな、お前気をつけろとか言われたんで、ある程度ちょっと面白がってる部分あって、そうそう面白がってて、無事に帰ってこいようがったぐらいな、そうそうで最初のイベントなんで怖くてどうしよう、何をぶつけられるんだろうとか、なんかカミソリが飛んできたらどうしたらいいのとか、まあ、すっごい怖くて最初あのビビってたんですよ完全に、で舞台袖で結構そういうことで震えていて、こうなんかこう、そういう緊張じゃなくて何をされるのかっていうのは怖くて舞台袖で震えてたんですよ、あごめんなさい、そしたらあのなんかオープニング、あごめんなさい、なんか撮れちゃった、オープニングのあのフィルムが流れた時に、オープニング映像に向かってキャーっていう人がいっぱいいて、いたな、そういえばすごかったな、でそれがねキャーっていう人がいっぱいいて、その時にこう自分の役が出てきた時に、やっぱり声援をいっぱいくださるじゃないですか、もちろんあのみんなそうなんですよ、ユウスケもみんなそうなんですけど、くださるじゃないですか、ユウスケキャー、クラマキャー、そうそう、ですっごい